というわけで、何にもない場所におりました。ドアイです。そう、なんで降りたかっていうのはもうちょっとすればわかります。今ママは上りの列車に乗ったんで、まあ別に上りの列車だったら普通なんですけれども、下りから乗りますと、どうしてこの駅に、しかも2時間半ぐらい降りなきゃいけないのに降りたかっていうのわかると思います。はい、この古びた石造りの建物の中を通って下りだの方のホームに行ってみようと思います。いや、渋いな、ほんと。これ何ですかね、鉄棒のためなんですかね。一望することができます。こんなに店員さんがいることがあるのでしょうか。 1,2,3 個まだおりません。下っていきます。ちょっとした迷路みたいですよね。そして駅っていうのにマジで周りに人もいる気配もなく、降りたのも私だけでした。でもこの下はね、たまに待ってる人結構いるから意外だと思うんです。どん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 下っていきます。どん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 、ほんとすごい、なんか渋い、ほんとに。この謎の急斜面の、ドドーン、はい、降りてみましょう。真っ暗ですけど、そばをですね、地下水が走ってる。地下水、このね、降りてるところね、多分早送りになってる。一回前も来たことあるんだけど、相当深いです。だんだんですね、水の音が強くなってきました。休憩用のベンチもあるし、まだまだまだ引き上げません。降りて降りて、ひたすら降りて。ついに100段まで降りてきました。あとちょっとだ。しかし本当、
ここエレベーターとかないんですよ。バリアフリーということだから届いてる。そして私以外は本当に人がいなくて、これが皆さん駅って信じられますか。本当ひたすらひたすら降りていて、まあ同じだけ登らなきゃいけないんですけど、あ、声がめっちゃ響く。わっすごっ、下が見えてきた。この下ってきた先にあるものはなんと下りのホームなんです。はい、到着。登ってきたってことも遥か遠くに見える。ようこそ日本一のモグラ駅へ。この階段は338メートル462段あります。462段、階段を上り143メートルの、連絡通路を経て改札口になります。またこの下りホームの標高は海抜583メートル、駅舎の標高は 653.7メートル あり、駅舎と下りホームの標高差は 70.7メートル あります。改札口までの所要時間は約10分要します。足元にご注意してお上がりください。そっか、それでも駅を作りたかったっていうところですよね。なんか変な落書き書いてるし怖い。というわけで着きました。これが先ほど言っていました、下りのホームになります。誰も来ませんね。はい、ちゃんとドアイって書いてます。あそこに待合室もあるみたいですね。はい、なんかここに来ると割と普通な感じがして、ちょっとほっとするのもありますね。はい、こっち側はも物置かな。物置みたいになってるみたいですね。あ、運転事務室。めっちゃオープンなお手洗いなんだけど、え、どういうこと？ドアがありませんね、お手洗いに。男性の方ちょっと要注意ですね。マッチですね。だけど。これを登って上に戻ろうと思います。というわけで登ってきてめっちゃ疲れたんですけど、なんかちょっと怖くなっちゃってダーッと登ってきたんで、だって見てくださいよ、どこにも誰もいない秘境駅。ちなみに次の列車はですね、私たち今ですね、上りできたから上り15時34分のに、はい、乗りました。次に乗るのは6時19分。この間、約2時間半っていうかもうほぼ3時間。まあ、全体でね、本数こんなもんですからね。はい。ちょっと外に出てみますかね。ですけど、その前にですね、懐かしの伝言板。そして駅ノートを発見しちゃいました。書くしかないですね、これは。
何書こうかな。でも結構一気に登ってきたから超作りました。2015年4月10日、あ、一つ前の人、その一個前ので来てましたね。久しぶりに土合駅に降りました。初めて上りホーム降りたのですが、一瞬度合いとわからない それだけ高低差があるんだなと思いました。降りたのは私一人上りホームまでも一人で降りましたが、ちょっぴり怖かったです笑い。でも石造りのこの渋い石造りレンガなのかな、この渋い土合駅が大好きです。また来ます。東雨もも、はい、写真も撮っとこう。それではお外に行ってみましょう。山、はい、今日山ドワイハウス。そうです、ここの通りを歩いて地下に参ってたんですね、はい、いいですね。ここだと1時間半待ちますね、はい。でも左側に確かね、なんかあったんですよね。ちょっと行ってみましょうか。この渡り廊下みたいなものの果ての方の、この向こうのトンネルの下までさっき降りてたんですよ。バス待合所があるんですけど、どっからも入れないっていう。これ結構雪深いですからね。ほんと。こんなにあります、言ったら。どうやって入るんでしょうね。はい。裏から行けば入れるかもしれないけど、バスはちょっと待てなそうですね。雪かき。うん。あそこの、でも本当に歩いてきて、疲れちゃったんで、あそこのね、お菓子の家に行ってみようと思います。そう。でもなんか、民宿の跡地とかあるから、昔はなんか、もうちょっと人降りてたのかもしれないですね。見る限りやってません。なんですと、ここで休めると思ったのにな。なんか前も一人で入った謎の関東一大鎌倉はあります。結構これもまた怖いなっていう感じはあるんですけど、 でかいですよ、かなり。電柱ぐらいありますからね。ね、ちょっと水滴も滴りつつ、前は明かりもついていったんですけど、お休みということか、ちょっと怖いホラーな状態に現してますね。寒いです。寒い、何もない。はい、なんでなんかさっきさ、登山届、待合室にいたら登山届を取りに来たっぽい方に幽霊見るような目で見られてしまいました。そう。で、なんかね、あと本当は2時間待たなきゃいけないんですけども、バスに乗っちゃおうと思います。バスに乗ると、なんと600円で、さすがに水上駅まで行けて、
さらに、もうあと3分ぐらいでバスが来るので、はい、土合駅探索は今日はここまでにしようかなと思います。いやまあね、他にもいろいろこういう駅あるんですけど、よかったらぜひぜひ一度遊びに来ちゃってください。じゃあねー。